はい、どうも、おはようございます。ですね、今日はね、また多摩川にやってきました。でね、今ここはね、道の駅なんですよね。多摩山村のね、道の駅に今います。それでね、今日はね、原付じゃなくてね、うちの車借りてきたんでね、車での乗降です。でね、とりあえず今日もね、頑張っていきます。川の様子見に行ったんですけどね、やっぱね、今日日曜日なんでね、撮ってる日が日曜なんですけど、やっぱね、釣り人がちらほらいますね。でね、このポイントはね、多分ね、村役場っていうの、っていうかね、まあ、家とかがね、密集しているところなので、やっぱね、釣り人はね、いつも入ってますね。でね、結構ね、入りやすかったりもするんでね。あとね、こっち側にね、行くとね、駐車場があるんですよ。こっち行くとね、こうやって駐車場があって、ここに車止めて釣りができるんですけども。なのでね、一応ね、でもね、放流魚がね、まだ多分いるんで、まあやってみて釣れないことはないんですけど、今もね、釣ってる人いたんでね。でもね、僕はね、やっぱね、天然物っていうかね、よりワイルドなね、個体を求めてね、釣り登っていくんで、ここではやりません。もっとね、上流域に今日は進んでいきます。はい、今回の釣り場に到着しました。でね、ここはね、どの辺かっていうとね、多摩川の、前回来たところのね、ちょっと下流にある沢なんですけど、でね、この下にある沢をずーっと登っていこうと今日は思っております。でね、ここはね、何が強いかちょっとわかんないんでね、まあ、初めて入る場所なんでね、楽しみなんですけど、とりあえずなんかね、一匹釣れてくれっていうことでね、やっていきたいと思います。はーい、入鶏してきました。でね、さっきね、気づいたんですけどね、いつもはね、ウェアラブルカメラ使ってるんですけど、頭につけて。今日ね、一応、というかね、今日もね、持ってきたんですけどね、ちょっとね、メモリー忘れちゃってね、撮影しても保存できないのでね、ちょっとね、今日はね、このね、スマホのカメラだけでね、撮影頑張っていきたいと思います。でね、とりあえずね、この上もね、次に登っていこうかと思います。はい、30分ほど登ってきました。30分ほど登ってきましたが、まあ当たりはね、ありますね。ちょくちょく。でね、小さいね、ヤマメかイワナかわかんないけど、小さい魚がね、時々見えますんでね。まあ、魚はいるということでね。でもね、やっぱ釣れないですね。魚がね、やっぱ小さいんでね、つっつくだけでね、終わってしまいます。餌をね、つっつくだけで終わってしまいますね。はい、それでですね、今ね、ここのね、いかにもいそうなポイントを流したんですけど、なんかね、今日魚がかかったんですけどね、魚の種類がね、多分ね、バラしちゃったんでわかんないんですけど、なんかウグイっぽかった感じがしますね。こんな上流にもでもウグイっているのかな？なんかね、カモ入れする前にね、バラしちゃったんですけど、なんかね、特にパワーバンクもなかったし、なんか、イワナっぽい感じもしなかったので、それでね、なんかね、鱗みたいなのがね、なんかちょくちょく、なんかね、透明なんだけど見えたんで、もしかしたらウグイ、もしかしたらっていうかね、多分ね、ウグイだと思うんですけどね。でもウグイってこんなとこにいんのかな？まあ、とりあえずね、何回か流して、もう釣れなかったんで、この上流行ってみます。はい、ですね、それでね、ヤマメ1匹釣れました。ちょうどね、さっきのところのね、ちょっと上ですね。さっき魚がかかったところのちょっと上でヤマメがかかりました。大体ね、15センチぐらいですね。こいつはね、ちっちゃいんで逃がしたいと思います。両型のヤマメゲットしました。大体二十数センチっていうところですね。でね、見たところね、なんか尻尾が丸くてね、
なんか放流したやつみたいですね。放流物なのかな、多分。でね、今ね、どこで釣れたかというとね、ここのね、ちょうどカメラの真ん中の位置にある、ね、映像の真ん中の位置のあたりで釣れました。結構ね、そんな深くないんですけどね、釣れました。はい、それでですね、またね、釣り上がってきたんですけどね、あれからね、なんかね、イワナっぽいのが時々食ってくるんですけど、やっぱね、合わせが早いみたいでね、やっぱね、かかんないですね。なのでね、やっぱね、ちょっとおさ合わせ、もうちょっとね、おさ合わせにしてやっていきたいと思います。でね、今ね、ここのね、ここですね、流れ込みのね、奥のね、その画面真ん中の流れがないところに餌入れたんですけど、そしたらね、また20センチぐらいの、ヤマメかイワナかわかんないんですけど、20センチぐらいの魚が出てきて、餌つついていきましたね。まあ結局釣れなかったんですけどね。魚影はね、さっきに比べて ね、大きいやつがね、時々見られるようになったんで、まあいい感じになってきました。さっきよりね、ちょっと上がったところでね、20センチぐらいのイワナが1匹釣れました。今ね、どこだ？そこのね、火が沈んでるところにね、流したら出てきました。はい、それでね、釣り登ってきたんですけどもね、ちょっとまたね、魚っ気がなくなってきたというかね、反応しなくなっちゃいましたね、なんも。この上はね、どうなってんだろうな。釣れんのかな。とりあえずね、でもね、まだ時間あるんで、行けるとこまで行ってみたいと思います。じゃあまた切ります。はい、やりました。イワナが釣れました。結構ね、これさっきより大きいですよ、このイワナは。はい、結構いい方ですよ、このイワナ。いやー、やりました。はい、それでね、今のイワナなんですけどね、そこのね、流れ込みのところ流したら釣れました。でね、最初ね、一回ね、かかってバラしちゃったんですけどね、もう一回流したらね、食ってきてくれたんで、よかったです。いやー、一回最初バラしたときはね、ほんとショックでしたね。でもね、こうやって釣れてくれたんでね、いやー、ありがたいですね。結構綺麗で、かっこいい罠ですよ、これ。はい、それでね、今ね、さっきのところから上がってきてね、この下のところでね、すごい引いた。すごいね、引いたんですよ、かかってね、魚が。ね、今日一でね、多分ね、引いてね、もう100近くあるんじゃないかなってぐらい、多分引きましたね。それでバラしちゃいましたね。いやー、もったいないことしました。あー、悔しいな。でね、何度か流してやってみたんですけどね、もうね、食わなくなっちゃったんでね、上進んでいきます。それでね、またね、20センチぐらいのイワナゲットしました。さっきのに比べるとね、やっぱね、小さく見えますね。うん、20センチぐらいですね。うん。でね、今ね、ここのね、流れ込みで出ました。でね、そんなに水深はないですね。もうね、だんだん狭くなっていってますね。はい、ですね、結構釣り登ってきました、あれから。でね、今日はなんかね、バラシが多いですね。魚はね、食ってきてかかるんですけどね。なんかね、取り込むときにね、やっぱね、バラしちゃいますね。あとね、取り込むのが下手なだけだと思うんですけど、でね、バラシがね、今んとこね、最初から、で、5、6回あるんですよね。最初から合わせると、5、6回ぐらいバラしてるのでね。いやバラシがなかったらね、余裕で積み消したんですけどね。結局ね、今日の釣果はね、4匹でした。大体ね、20センチから25センチぐらいのイワナとヤモメが4匹釣れました。でね、もうね、今11時なんですけど、まあ昼ぐらいには帰りたいと思ってたので、今からもう引き返して
戻ります。はい、それで、ね、ちょっと戻ってきました。でね、なんでねここを移したかというとね、さっきねこの場所でね尺あるかないかぐらいのねイワナがね一匹餌をつっついてきたんですよ。まあ、つつくだけでかかりはしなかったんですけどね。でね、あのね岩のところですね、どうだこれですね、この岩のね岩に隠れてたのが多分出てきたんだと思います。岩からねスッと出てきて餌つついてね、またすぐあの岩に戻っちゃったんでね。でね、また流しても釣れなかったんでね、やっぱね難しいですね。いやー、尺やっぱ釣ってみたかったですね。さっきも一回バラしたし、いやー、尺バラしたのはもったいねえなー。それでね、今回の釣果はねこちらですね、こちらの4匹ですね。でね、このヤマメね、なんかね銀化してるね。ほら銀化してますね、このヤマメね、銀化っていうかね、マスカっていうかね、ほらね、わかるかな。今からねこいつらを持って帰るんでね。でね、今日ナイフ忘れちゃったんでね、軽くね内臓と鱗だけ取って、内臓と鱗じゃないや、内臓とエラか、内臓とエラだけを取ってね持って帰りたいと思いますんで、今からもうさばいちゃいます。